防衛省は2022年12月23日に発表した2023年年度令和5年度予算案に、イージスシステム搭載艦2隻を建造するための整備費として2208億円を計上したが、これは統合防空ミサイル防衛能力約9867億円のうちの主要項目であり、単独の項目として大きな予算を占めているよ。初期段階の整備費、設計費、エンジン取得費などとしてこれほどの金額を注ぎ込むイージスシステム護衛艦とは、日本に飛来する弾道ミサイルからの防衛だけでなく、日本政府が保有を検討している反撃能力、敵基地攻撃能力を持つ戦力として、転用できる艦隊地長距離ミサイルも搭載する予定とされていて、船体の大きさでは現在海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型19950トンに匹敵する大きさとなる予定で、自衛隊関係者からは令和版の戦艦大和などと称する声も聞かれているぜ。自分たちの身は自分たちで守らないといけないからね。とはいえ、防衛費の補填を行って国民の生活が苦しくなっちゃうのも本末転倒だと思うな。さて今回は海上自衛隊が導入を計画しているイージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本政府では2017年に北朝鮮が相次いで弾道ミサイルの発射実験を繰り返したことによって、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増したとして、弾道ミサイルの追跡などの対処に追われていた海上自衛隊のイージス護衛艦の緊急出動回数が増えるなど負担が増加していたことから、護衛艦に搭載されているイージスシステムを地上に設置してミサイル防空を担当するイージスアショアの導入を決定したよ。イージスアイギスとは、ギリシャ神話の中で最高神ゼウスが娘アテナに与えたという、あらゆる邪悪を払う盾胸当てアイギスエイジズのことで、弾道ミサイルから国土を防衛する盾としてこのシステムの名称とされているね。イージス弾道ミサイル防衛システム、イージスバリスティックミサイルディフェンスシステム、イージス BMD システムは、イージス艦に搭載されている弾道ミサイル防衛バリスティックミサイルディフェンス BMD システムで、フェイズドアレイレーダーと高度な情報処理射撃式システムにより、200以上の目標を追尾することが可能で、その中の10個以上の目標を同時に攻撃する能力があるんだ。イージスアショア、イージスアショアとはイージス艦が持つイージス弾道ミサイル防衛システムをコンポーネントとして陸上に設置するもので、世界で弾道ミサイルの開発が進み大きな脅威となりつつある中で、その脅威に対応するために開発された防空システムのことだよ。日本政府は2018年7月30日に山口県と秋田県に配備することになった。イージスアショア用に ANSPY-7V1 を2機購入する計画を承認し、2025年から陸上自衛隊が運用を開始する予定としていたんだけど、2020年6月15日に河野太郎防衛省当時が、弾道ミサイルの迎撃に使用する地対空ミサイル SM-3 の補助推進装置ブースターを演習場内へ確実に落下させるために、ソフトウェアの修正が必要であることが判明してそれに多額の経費が必要となることや、防衛省が設置を予定していた2カ所の住民などに対する説明に不手際があり、地元自治体の理解が得られなかったことを理由として、イージスアショア導入計画の停止を発表したんだ。しかしながら、イージスアショア用レーダーとして、すでに ANSPY-7V1 2機を、アメリカに発注してしまっていた日本政府は建設計画が中止になったことを受けて、急遽イージスアショアの代替案を検討しなければならなくなり、この ANSPY-7V1 を搭載する、イージスシステム搭載艦を2隻建造し、それを海上自衛隊が運用して北朝鮮による弾道ミサイル防衛に当たらせることにしたぜ。しかし、アメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、レーゼオン社製の ANSPY-6 がされていて、そのことから日本が計画しているイージス艦に、ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が上がっているのであるが、防衛省では ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面で SPY-7 と SPY-6 に大きな差はないとして、実車試験や維持運用経費を含めた経費総額で比較すると SPY-7 の方が安価となると説明し、
調達スケジュールにおいて SPY6 の導入は SPY7 よりさらに数年の遅延が発生するなどとしているな。ただ疑問視する声の中には、これらの理由はあくまで後付けでしかなく、イージスアショア用の ANSPY7V1 機の購入をロッキードマーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかけた経費700から800億円が無駄となり、そのことへの追及を恐れているからではないかと見る向きが多く、防衛省としてはもはや ANSPY7V1 を搭載するイージスシステム搭載艦の建造を選択するより他に道がなかったとする見方が多いよ。イージスアショアの代替として弾道ミサイル防衛に従事するイージスシステム搭載艦は、その設計にあたって弾道ミサイル、巡航ミサイル、超音速ミサイルなど多様なミサイルの脅威に対し常時持続的に対応するために、稼働率の向上、好天時でも影響を受けにくい太陽性、長期間勤務に頼る乗組員の居住環境などの改善のほか、アメリカミサイル防衛局が開発中の対極超音速滑空体 HGV 新型迎撃ミサイルへの対応なども含む、将来に向けた拡張性などの要素を総合的に考慮され、既存の8隻のイージス艦と同等の各種戦能力、機動力を保持するとされているんだ。防衛省の構想では、艦隊は基準排水量2万2000トン、全長210メートル以下、幅40メートル以下とされ、規模としてはマヤ型護衛艦の約2倍となり、出雲型護衛艦と同等か、それ以上の海上自衛隊最大の護衛艦となる可能性があるな。このことについて防衛省では艦隊を大型化することで海上での揺れを低減し、精密な攻撃が必要となる極超音速兵器への対処やレーザー兵器の搭載などの拡張性に有利な点があるとしているみたい。しかし、海上自衛隊の中には艦隊が大きくなることによって最高速度が低下する恐れがあり、他の護衛艦との連携や艦隊運用に問題発生する可能性があるとして、当初案より小型化して機動力を高める方向で検討が進んでいるとも言われているよ。現在、日本周辺の仮想敵国としては中国、ロシア、北朝鮮が想定されているんだけど、それぞれ日本本土を攻撃することが可能なミサイルの開発が進められていて、中国とロシアはこれまでの弾道ミサイルに加えて極超音速滑空体 HGV や、極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器が開発され、これらマッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるとされているんだ。日本の平和を脅かす存在は総じて軍事的に力を持った国だもんね。備えあれば憂いなしだよ。中国では、これまで射程は長いものの速度が遅く迎撃しやすいとされてきた巡航ミサイルに改良を加え、固定ブースターで発射された後に、ラムジェットエンジンで加速して速い速度で目標に到達するなど、迎撃が難しい巡航ミサイル YJ18 なども開発するなど、ミサイル戦力の充実に注力しており、2015年にはこれまで第二砲兵としていたミサイル部隊をロケット軍と改め、日本本土に到達する中距離弾道ミサイルを600発以上保有していると見られているよ。また、日本が BMD の強化に取り組むきっかけとなった北朝鮮は、2020年代に入ってますます弾道ミサイル実験を繰り返すようになり、発射を探知することが難しい固定燃料タイプの大陸間弾道ミサイル ICBM の発射実験にも成功したとみられ、核弾頭の保有と合わせて大きな脅威となりつつあるぜ。そして、ウクライナ侵略以前に日本への侵略も検討していたとの情報もあるロシアは、アメリカのトマホークと同様の性能を持つカリブル巡航ミサイルやマッハ20以上とされる、超音速滑空体アバンガルドの発射実験に成功するなど、相変わらず日本にとっては脅威として存在しているね。これらのミサイルがもし日本に向けられることがあれば、ウクライナでロシア軍が軍民未差別に実施しているミサイル攻撃のように、100発以上を同時に発射する飽和攻撃が行われることは間違いなく、すべてを撃墜するにはイージスシステム搭載艦だけでは対応できず、多数の護衛艦から対空ミサイルを発射する必要があるが、西側諸国から多数の高性能な防空システムを配備しているウクライナですら撃ち漏らしたミサイルにより多大な被害が発生しているよ。
この現状を思えば、イージスシステム搭載艦に防空能力のみならず、弾道ミサイルなどが発射される前に攻撃して阻止する反撃能力を持たせることは必然であろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。